誰だか分かんないな、若いな、わりかし。そう、本当にバランス取るのに必死で足元しか見てなかったと記憶します。海に落ちたらもう確実に死ぬっていう風に思ったんで、本当に必死でした。宮城県気仙沼市に住む小野寺博樹さん、津波に流され屋根に乗ったまま湾内を漂流しました。小野寺さんの家は海からおよそ800メートルの場所にありました。激しい揺れのあと一緒にいた祖父母は食器などの片付けをしていました。小野寺さんはその落ち着いた様子を見て津波の心配はしませんでした。しかしその数十分後、津波が小野寺さんの家を襲います。大量の海水が部屋の中に押し寄せてきました。少なくとも あそこにある信号異常はあったと思ったんですけど、うん、必死で脱出し近くの住宅の屋根に登りましたが、その屋根ごと沖へと流されました。海に落ちたらもう確実に死ぬっていうふうに思ったんで、本当に必死でした、ね、その時は。屋根の上で小野寺さんは自分の生まれ育った町が全て海のようになった様子を目の当たりにします。周りは本当に海で、外灯がいっぱい浮かんでて海が怖くて。次第に雪が降り始めました。上着もなく全身は海水でずぶ濡れでした。いつもばあちゃんが使ってたんですけど、多分これで揚げ物とか作ってたような気がして。自宅の1階にいた祖父母は津波で流され、その後遺体で見つかりました。じいちゃんもばあちゃんもなんか逃げようとしなかったので、大丈夫だろっていうのは自分の中にあったんですけど、やっぱりあそこで逃げるように言ってれば。流され続けた小野寺さん、近くを通りかかった漁船に助けを求めますが、すでに多くの人を乗せていてこれ以上は乗れないと断られたといいます。海をさまようこと2時間、瓦礫の中に偶然小さなボートを見つけました。そこに浮いている小さい船くらいの大きさです。必死に瓦礫を伝って屋根からボートに乗り移ります。それだけは手放しちゃいけないっていうか、それには乗んないといけないっていう。ボートに乗った小野寺さん、しばらくすると瓦礫の上に座っている男性の姿を見つけます。運よく潮の流れでボートが瓦礫に近づき、男性を助けることができました。助けられた庄司雄一さんです。あの日体調を崩して自宅で休んでいた庄司さんもまた高台に避難せず自宅にとどまりました。2年前のチリ地震で到達した津波が予想よりはるかに低かったためです。庄司さんの予想は裏切られました。海水が窓から入り込み何とか脱出した庄司さんも流されてきた屋根につかまったまま沖へと流されました。大きな津波は来ないだろうという慢心ですね、そういったものがあって逃げることをしませんでした。
庄司さんも小野寺さんと同じ海を流されました。あれだけ広報をしていただいたのにきちんと聞かなかったためにこうなったんだなというような後悔の念がありました。その時たまたまボートに乗った小野寺さんが近くを通ります。庄司さんは小野寺さんに助けられたのです。あの時お互い会ってなければどうなってたか分かりませんでしたし、やっぱり安心しました。やっぱり一人で、はい、心細かったです。ほっとしたのもつかの間、海のあちこちから火の手が上がります。二人を乗せたボートはあてもなくさまよい続け、火がついた瓦礫に何度もぶつかりそうになりました。本当に怖かったです。流されるままに火の方にどんどん近づいていったんで、逃げられるようにも逃げられないような。流されて6時間近くが経った頃、ボートは漁港に流れ着きました。厳しい寒さの中、二人は励まし合いながらボートで夜を明かし、翌日近くの避難所にたどり着くことができました。震災から1年半が過ぎ、この日二人は初めてゆっくり語り合いました。時々思い出すっていうのもあるんですけど、私もだんだん記憶が薄れてくるような感じですね。決して忘れたいと強く思ってるわけではないんですけども、自然と忘れてしまう、決して覚えていたい記憶でもないですね、ただあの時小野寺さんに船に乗せてもらって本当に今があると思ってるので、本当にその辺は私としては本当感謝してます。今二人は静かに教訓を語り継いでいきたいと考えています。きちんと逃げていれば私はしなくていい経験をしましたので、ああいった警報が出た時はきちんと情報をもとにですね、落ち着いて行動をとっていただきたいですね。少なくとも私のような油断や慢心はしないでほしいなと。やっぱりその僕が生きていたのは本当に運が重なったものだって、油断とか甘い考えは本当に全部捨てて、本当にこんなことあるかもしれないっていう考えをそのこれから持っていくべきなんだとその感じました。